飛ばせ立ち風。3分しか持たねえんだよ、ヒーローだからな。神の名にかけてフェアな戦いをしようじゃねえか。ふう、やれやれ、物騒だな。悪いな、俺はガキに加減できるほど大人じゃねえぞ。平和のためには消すもやむなし。命を捨てて振るう刃で守れるものなどないと知れ。悪いな、俺はガキに加減できるほど大人じゃねえぞ。大グレン漂流丸が完成すると俺は少し老ける。君は一人なんかじゃない、君には僕という相棒がいるじゃないか。私はレンジが元気よく手を挙げる姿が好きだ。今の私はただのしがない駄菓子屋っす。
僕を誰だと思ってんの。五帝十三隊総隊長、京楽春水だよ。敵の敵は味方。共闘の理由なんか、それで十分やろ。傷とは、気構えに負うものだよ、ニーニョ。強さへの憧れがある限り、俺はどこまでも強くなれる。傷とは、気構えに負うものだよ、ニーニョ。私は源流斎殿のある限り、右腕としてお仕えする。アランカルトレッセ、エドラド・リオネスだ。ようこそ、私のソウルソサエティへ。君は一人なんかじゃない。君には、僕という相棒がいるじゃないか。本当に恐ろしいのは、目に見えぬ裏切りですよ。
戦いには二つある。命を守るための戦いと誇りを守るための戦いと。これが最後の月牙天章だ。僕を誰だと思ってんの。御帝十三隊総隊長狂楽春水だよ。この戦いに踏み入る前に命は塔に置いてきた。